ようございます。今日はパロン湾に行くんですけど、朝8時にピックアップの車が来るというお話で、それに向けて準備をしてたら7時半にあの電話が来て、今すぐ降りてこいと。で、7時半に、急に降りてって車に乗せられて、で、謎のトラベルエージェンシーみたいなところに一度行って、そしたらその案内してくれた人が急に横でご飯を食べ始めて放置されるという。そしたらですね、待ってたら他のスタッフが来て、バスのところまで移動するという感じで、もう何が何だかよく分かんないまま。And you see, this one they call the river, they call the Ung River. This way you can swimming from here to Halong Bay. ハウスですね。日本語でなんて言うんだろうか、海の上に浮いてるこの木の家というか、昔ですね、100ぐらいのこのフローティングハウスがあったらしいんですけど、やっぱりハロー湾のこう環境が汚れるっていうのと、そういうのもあって、今はもうこの残り1つしかないみたいですね。で、あのバンブーボートに乗る人はから乗って、この船で
こんな感じでちっちゃいケープ、ちっちゃい洞窟があるのでここにこう入っていくような感じです。で、まあ飲む人と、まあちょっと30分ぐらいなのでゆっくりする人っていうのがあって、僕はゆったりしようかなっていう。次の島に上陸しました。ここに何かケーブルがあるらしいので出口です。乗ってきた船に停留できなかったんで、船から船へとどんどん移動してます。ミニサスケみたいになってます。さあ、ハロン湾からハノイの街に戻ってきて、今晩でハノイは終わりです。前に話してた湖の夜景ですね。初日はちょっとカメラがなくて撮れなかったので、ブラブラ散歩しながら来ました。ハロン湾でたまたま会ったハノイの現地のベトナムガール3人組とそのまま夕飯を食べる約束。牛肉ベトナムで高いでしょ。日本も？日本も高いね。牛肉一番高いね。ベトナム式の鍋すごい美味しかったな。しかもごちそうになっちゃいました。ありがとうございます。で、彼女たちはバイクで帰っていったので、僕はこれから徒歩で今晩の宿泊先まで行こうと思います。ありがとうハノイ。
年のウーバーイ空港に着きました。